どうもー、洋次郎でーす。はい、今日発売の声優グランプリ10月号の、セリフプロデュースの方に、まあ、レイニャンが、今回、文学少女をテーマに撮影しましたということでね、すごいですよ。さすが宮瀬プロですよ。これ見てください、ドンということでね、こういう子は本当になんかドラマとかアニメの中にしかいないのかなと思ったら、いやいやいや素晴らしいですね。はい、これ見てください、読書してますよ。いや本当にね、あのね、こんな子いるんすか。俺夢見ちゃいますよ本当に。中高男子校だったから、その学校にその中高にあの女の子がいるっていうのは僕はもう都市伝説なわけですよ本当に。皆さんどうでした、こういう子いましたか。僕は知りたいですよ、夢見てますからね。こういう子いるんだな、ワクワクみたいなことを、ずーっとね後悔しておりますから。うわー本当にね、制服デートしたかったとかね。まあそうですね、2週連続なのかな。その水さんもね、あのこの間、放課後デートみたいな感じで制服着替えてましたから、まあ2ヶ月連続ですかで、制服ということでね。はい、でこちらなんか声優グランプリさんツイッターの方で1分ぐらいの動画が、まあ今日はね宮瀬玲奈ですみたいな感じで、まあまあ他のメンバーやってますけども、その中でもね 毎回クイズが出てましたけども、でまあ確か最近レイニャンお買い物したと1万円ぐらいの高いお買い物したんですけども、その何を買ったかみたいな感じでしたよね。確か1番がお菓子で、2番が、サンダルで、3番が、ゲームということでね、まあ確か予算が1万円ちょっとだったと思うので、1万円でお菓子買うかみたいな感じで、まあ、 選択肢の中で、ね、最初にお菓子は消して、まあ、ゲームかサンダルだろうみたいな感じでね、まあ、1万円ぐらいのサンダルとかありますから、まあ、そうなのかなと思いますし、まあ、ゲームもね、レイニャゲーム好きですから、もしかしたらねもう、11月にダイパリメイクとかありますから、まあ、そこはね、まあ、まだ買ってないと思いますけども、まあ、予約できますからね、そういうものももしかしたら予約したのかもしれませんし、もしね1月にアルセウスもね発売されますから、もし同時にね予約したらもう1万円超えますからね、その可能性もあるのかなって思いました。はい、でも本当にいいなぁ、うん、いいなぁ。皆さんはこういう子、もう一回言いますけど、学校にいましたか？僕的にはね、こういう子となんか デートしたかったなって思いますし、まあ、後輩設定なんですよね。先輩ずっと好きでしたみたいなね、ツイートも確かレイニャしたよね、確か。確かレイニャしてたと思うんですよ。そうよ。そういうものをね、いやー学生時代にね経験したかったな本当に。まあこれだ、先輩のことがずっと好きでした、こんなこと言われてみてえなおいいいなあ。いやーいいなあいいなしか出てこない。いやいや本当に羨ましいです。はい、で声優グランプリさんは今日から発売ということでね、その1万円の答えとか、あとはインタビューとかね、いろいろ載ってますから、そこら辺もね、チェックしようかなと思います。それではね、今回の動画以上にしようと思います。それではね、チャンネル登録だったり、高評価、バットボタンでもいいので、何かしらね、ボタンを押してくれたら嬉しいなって思いますし、自分の学校にレイニャンみたいな子いたよっていう人は、コメント欄によろしくお願いします。